2050年カーボンニュートラルの実現に向けた二酸化炭素排出量の削減が社会的要求となる中、大林組では大林サステナビリティビジョン2050を策定し、多角的な CO2 削減に取り組んでいます。その中でもこの動画では建設物の主要材料であるコンクリートの低炭素化技術をご紹介させていただきます。コンクリートの主要材料であるセメントは CO2 を多く排出するため、 CO2 は増え続ける一方です。そこで私たち大林組はコンクリートの低炭素化のために大きく2つの取り組みを行っています。1つ目は CO2 が発生する主な原因であるセメントの使用量削減と一切使わないという取り組み、2つ目は CO2 を吸収した材料をコンクリート中に混ぜ込み、コンクリートに CO2 を閉じ込める固定化。この2つの手法とさらにその組み合わせでコンクリートの低炭素化を実現します。カーボンニュートラルに貢献できる大林組が保有する多種多様な技術の数々、中でもセメント量を大量に削減し、代わりに産業副産物を使用するクリーンクリートは、材料の入手しやすさと現場打ちもプレキャストも対応可能な汎用性の高さから、その適用事例は全国に及び、環境配慮型コンクリートとして使用実績は業界1位を誇ります。そしてクリーンクリートをさらに発展させたクリーンクリート N も開発、カーボンネガティブを実現しました。大林組は未来を変える企業として低炭素型材料技術の実効性と多様性で、さまざまな場面においてカーボンニュートラルに貢献します。低炭素の社会を日本だけでなく世界へ、私たちはこれからも開発と社会実装に取り組んでいきます。